なんだよこれ、どうなってやがんだ。あのさ、されました。お前ら、死体発見現場の図書室まで急いで集合してください。あー、よかった。え、そうはそう、マジかよ。
なるほどね。そんな、やめてよ。
興奮するよね。違う。あのさ、は？うん。でも。あれ？うん。えい。任せてよ。そうですね。全力を尽くすわ。オッケー。では。そうだよね。よかった。キャー！ポポポ。ほほん。じゃんじゃじゃーん。あ！いやー。そうだよね。説明しましょう。よろしくね。下げんな。いい。主は言いました。っていうか、そうだよ、間違いないよ。それはお願い。うん。わかったわ。け。でもよ。
さ。待ってください。じゃあ、いいかな。まあ、だってほら、私がやるわ。すごいです。あたいに任せてよ。え、やるわ。やめてよ。そうですね。まったく、神様が見守ってくれてるから。あのさ、いいかな。え、僕は、西原くん、ありがとう。っていうか、どうかしら。どうして。つまり、ごめんなさい。合理的です。そうだな。ところで、
ほら。おっと。それにしてもえだったらそうだな。Thank you.
信じられないよ。大丈夫？あのさ、もう、もしかして、そうだね。
もしかして、大丈夫？ごめん。もしかして、
して。さあね。サイハラ君、もしかして。うん、そうだね。うん。
そうだな。そんなことしないよ。うん、いいかな。うむ、魔法じゃ。待ってよ。ないか。
ことだよ。なんで。ありがとうございます。ねえ。あの、ちなみに、それは、そうだね。そうですね。うん。学習します。ありがとうございます。
いいかな。あのさ。ああ。ありがとうございます。うん。あれ？うん。そっか。こらこら。ねえ。え？え？ねえ。え？うん。宇宙の地上げ屋さんのお付きの人のコスプレってアレルギーが出ちゃうんだよね。フィクション以外のコスプレをする、それが私の力の代償。分かったから、もういいよ。もうそうだよ。
でしょ。ちょっと、もう、おはくま！お邪魔してるで。もちろんだよ。これって。
なぜですか？ねえ。なるほど。いいかな。うん。がっかりだよ。いやいや。ところでさ、いいえ。まあ。うん。大丈夫？さーて、お待ちかねの学級裁判の時間だよ。お前ら中庭にある裁きの祠までちゃっちゃと集合してください。ほら、緑の壁に囲まれた赤い扉があったでしょ。あの扉の奥だよ。そこからお前らを素敵な学級裁判場へとご案内します。ぽぽぽ。じゃあまた後でね。そうね。めんどい。キャッ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 。そうそう。そうですね。わかりました。やれやれだな。
大丈夫？ごめん。あのさ、みんな！メイデイ！メイデイ！メスブタ！いや。困ったわね。驚く桃田カイトだぜ。バカ野郎。うん。エレベーターになってるんだ。それにしても随分と深く潜るんですね。落ちていく。僕らはどこまで落ちていくのだろうね。
なんだか急にトイレに行きたくなってきたわい。どうぞ遠慮なさらずに。さすが羞恥心のないロボットは言うことが違うね。あのさ、犀原くん、さっきの話の続きなんだけどさ。え？真実を知るのが怖い気持ちってきっと誰にでもあると思う。でも真実を見つけた人だけがその先の運命を選ぶことができるんだよ。何が嘘で何が真実かわからないままだと何かを選ぶこともできないし、きっと自分が選んだことすらわからないままだと思う。だから怖くても戦わないとダメだよ、真実と。君はそれができる人なんだからさ。それでも怖いときは遠慮なく他人の力を借りればいいんじゃないかな。自分だけじゃなくて他の人のためだと思うと、もう少しだけ力が湧いてくると思うよ。私もそうだったからね。コンクールで吐きそうなほど緊張してるとき、いつも頭に浮かべていたのは私のピアノを聴いて笑顔になってくれた人たちのことだったからさ。赤松さん、じゃあ行こうか。こういう嫌なことはサクッと終わらせちゃおうよ。